ということで JR 九州鹿児島中央駅に来ています。まあ、今回はね1ヶ月半の春休みも終わってまたまあ早田の方に帰るんですけど、まあいつもただ帰るだけっていうのもつまんないんで、今回は鹿児島中央から早田を最も早く走る列車の方で早田まで帰ろうと思います。乗車する列車は特急霧島12号宮崎行きです。こちら鹿児島中央から早田までを28分で結んでしまいます。他にも調べたんですけどね、一番早いのがこの特急霧島12号でした。一体なぜ一番特急霧島12号が早いのか、今回はそれを、紹介しようかなと思います。ということで、先行する 694M 普通列車国分駅が発車していきました。特急霧島12号は14時19分発ということで、この後14時10分に鹿児島車両センターの方から改装されてやってきます。ということでやってきました。特急霧島12号、787系 BO102 編成での運転でした。本日はこちらに早田駅の方まで乗っていきます。そして一体なぜこの列車が、鹿児島中央早田間最速なのか、それについてご紹介しようと思います。787系の4両編成は、1号車の後ろ寄りがグリーン席、前寄りが指定席、そして2号車、3号車、4号車は自由席となっています。ご用があるお客様は駅停車時に運転士へお声掛けください。発車までしばらくお待ちください。Thank you for riding with JR Kyushu. This train is a Kirishima Limited Express. ということで、1号車デッキにある携帯電話使用スペースにやってきました。今回この列車は指定席は満席だったのですが、自由席はガラガラでした。こういうことよくあるんですけども、JR Kyushuにネット予約使うと中央から宮崎まで2600円で指定席に行けるということでとても安いので、指定席はまあ数少ないですからね、それが満席になって、その上に自由席はガラガラでどこでも座れるという状況でした。今回私も2号車の一番後ろの席、一番 A 席、海側の席を取ることができました。早くまで28分間楽しんでいこうと思います。ゲージラックを挟んで後ろ側には私一人しかいません。お待たせいたしました。特急霧島12号宮崎行き発車いたします。車側にご注意ください。列車は鹿児島中央駅を発車していきます。なのか
崎行きです。止まります駅は、隼人、国分、霧島神宮、西宮古城、宮古城、南宮崎、宮崎です。ちなみに下り列車の特急霧島9号も途中清武と梶木駅通過するのですが、こちらの所要時間隼人から鹿児島中央は29分でした。それに対してこの特急霧島12号は28分ということで、この列車が鹿児島中央隼人から最速の列車となるわけです。そんなこと言ってたらちょうど列車は龍ヶ水駅のあたりを通過するようです。ちょうど分岐点で渡りましたね。龍ヶ水駅、以前このチャンネルでも紹介したことがありますので、よろしければそちらの動画もご覧いただけたら幸いです。駅に着きました。鹿児島中央から隼人まで最速で走る列車に乗ってみたという動画、いかがだったでしょうか。今回の動画もよろしければ、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではこの特急の発車を見送って動画も終わります。ご視聴ありがとうございました。